鎮津と無宮、または、泉宮は、岩礁天皇時代の離宮。岩礁天皇が、悲観用に、河内国泉宮に営んだもので、名称は、黒大の衣装である、地野の海に面した、地域名であったという。俗日本紀薪大ならによると、令期2年3月に、河内国の泉、日領り軍を先鎮津と無宮に強制しむ、同年4月に、大鳥、泉、 ひね三んぐん泉さを置くとある。翌令期三3年2月15日、岩礁天皇は南馬宮から泉宮に行行し、同月18日、泉館の県物主席前の位を一回昇進され、技術者や大正武史老役の妊婦たちに身分に応じて物を授けたという。初期巻期第8によると、養老3年の2月11日にも泉宮に行行しており、 その後、道館第十三によると、天平十二年に、泉館は、川地国に併合されてしまうが、宮自体は存続しており、道館第十五では、聖武天皇も、天平十六年2月10日に行行している。同年七月と十月に、岩礁上皇が、佐藤勤離休に行行したともあり、十月の際には、竹原入利休にも立ち寄っている。その所在地については、 泉市府中に否定する説があるが、明確な意向は検出されていない。一方で、近年の発掘調査では、泉市くの波長の大園遺跡において、奈良時代の特殊遺構として、巨大栗抜き井戸、アツカ古墳集合の改変、トイレ遺構が認められており、同遺跡を陳津と無ぐに否定する説が浮上している。天平9年度の泉館小税町には、泉館の生が、 住者三人を連れ、二日の間、泉宮をた、街頭集闘に当たったことが記されている。なお、陰陽天皇にも、外織姫のために建てた、地の宮があるが、こちらは、泉佐野市神の号に否定されている。ありがとうございます。